ハンナ・ブレーディ・ハンナ・ブレーディはユダヤ人の少女でホロコーストの犠牲者の一人。チェコ語名はハナ・ブラディオバーチェコスロバキアのノベ・ムニエストナ・モラビエで商店を営むユダヤ人家庭に生まれた。ノベ・ミエストの住民の多くはキリスト教徒だった。両親は熱心なユダヤ教徒ではなかったがユダヤ人であるというだけの理由でナチスによって拘束された。 1942年にはハンナも兄、ジョージと共に、テレージエンシュタット収容所に入れられる。1944年、アウシュビッツビルケナウ強制収容所に移送。兄は、労働に耐えるとの判断で生かされたが、ハンナは殺害された。2000年、日本の NPO 法人、ホロコースト教育資料センター代表の石岡文子が、強制収容所の遺品として借り受けた。 ハンナのカバンを同センターで展示した。カバンにはドイツ語でハンナ・ブレイリーリ、1931年5月16日生、孤児と表示されていた。その後、石岡はハンナの生涯をたどり、カナダに住む兄のジョージ・ブレイリーリを探し出した。その過程を国名に記録したドキュメンタリーを教育教材として利用したことから、そのカバンが広く、 日本中に知られるようになり、ハンナのカバンとして国内外で読み物や子供向け放送番組が作られて大きな話題を呼んだ。石岡とハンナの兄、ジョージの協力のもとにカレン・レビンが書いたハンナのスーツケースはベストセラーとなり、バンクストリート教育大学主催のフローラス・テイグリッツ・シュトラウス賞や2002年のカナダ総督文学賞を受賞。また、 ノーマフレック賞最終選考候補にも残る。ハンナのカバンは、その後世界各国で翻訳出版されてベストセラーになり、いわば日本初のアンネの日記となった。2008年には、宮越洋子の脚本で、劇団、航路により上演された劇が、大阪文化際奨励賞受賞を受賞。さらに厚生労働省社会保障審議会推薦。 自動福祉文化財に選定される。2011年で消失、写真を元に新しくレプリカを作ったと説明された。この複製作成の経緯は、アウシュビッツ博物館の事務上の手違いから、ホロコースト教育資料センターには伝わっていなかった。しかし、ホロコースト教育資料センターとしては、ハンナのカバンが、たとえ複製であっても貴重な歴史の資料には、変わりはなく、 複製が作られていたおかげで、日本の子供たちとジョージ・ブレイディの出会いが生まれまた、ハンナの物語も生まれたのだから、人権、平和教育の得がたい教材として、今後も活用していきたいとしている。ありがとうございます。